回れ回れやれ風車また同じ場所へ帰って揺れて揺れて果て間な心君は知らないまあまあ僕がかかっている商品のシュリンクってなんですかねビニールなんですあはいはいはいビニールがかかっている商品買い取りできないんですけどなるほどじゃあ全部ダメですかねGet ready! Zoom! Shut up! Continue!
消えろ。You win。
聞いたやん。やりたい。お願いします。熟しを誘うタイプ。お前
ちいち熱いのよ。ART どこ行ったん、おいおい、さすがにやべえよ。あと1回、あと1回 ART 入れるまであと1回なんだよ。役立たずな。 You win。 マジで？やべえ、やべえって、嬉しすぎる。相手もらっても時間的にこれがラストでいきます。もちろん最後のキャラクターはナースだろ。
強え。
きます。サンキューだ。力こそ全てだ。最後は300分シリーズ一番今まででいいかもしれない。これちょっと占いか。ここまでご視聴いただきありがとうございます。最後はもう一機種打とうと思ったんですけど、閉店時間までラスト2時間ということで、タイムアップとしてこれがラストとの動画となります。全ての DVD を売りに行って勝てたのかどうなのか検証していきたいと思います。果たしてメガカスは勝つことができたのか。チャンネル登録と高評価もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございます。今回24時間で手に入れた熟した者たちとちょっと新しめの女の子たち合計で23本ゲットすることができました。ありがとうございます。不安なことが1個ありまして、新しいもの系が10本と熟したものが9本あるんですけど、なんかこれレンタルっていうのがね4本あるんですよ。レンタルっていうね専門になってるんで金額が分からなかったんですよね。それを1本2000円と計算しまして、書いてある金額合計しまして、なんと5万5000円分倍価ですけど手に入れることができました。プラスになっているんではなかろうかと、これを売って投資金額超えることができましたら今回稼げるという検証結果になると思います。さらになんですけど、こちらだけじゃちょっと不安だったんで、熟したものたちがこちらにですね20本か入ってます。過去に取ってきたものたちなんです。こちらの方の売価の確認したところ6万2500円分、合計全て合わせて11万7500円分の熟したものたちがございます。これを売って今回プラスになるか検証していきたいと思います。ではお店屋さんの方に行きたいと思います。お願いします。逃げますか。はい、はい、金額ですがよろしいですか。はい、大丈夫です。皆様行ってまいりました。あんだけ24時間以上稼働して何枚も使って売れた金額はこちらです。ドン3440円。クソ負けた。これが気に入った。